潮見櫓の上等式には工事関係者らおよそ40人が参加しました福岡城にあった潮見櫓は博多区の寺に移築されていましたが去年2月からおよそ4億円をかけて福岡城跡で復元工事が進められていますきょうは工事関係者らが儀式を行い工事の安全を祈願しました潮見櫓は来年春に完成する予定です